ビオラ・ダモーレを手にした肖像、アッティリオ・マラキア・アリオスティはイタリアの作曲家。現在では、ほとんど忘れられているが、1720年代のロンドンでヘンデルやボロンチーニと並んでオペラ作曲家として活動した。ビオラ・ダモーレの独創曲の作曲でも知られる。アリオスティはボローニャに生まれた。1688年に、 聖母の下部会の修道士となり、オッタービオという名を名乗った。アリオスティは、教会のオルガニストを務めた。1693年には、モデナでオラトリオ、受難を上演した。1695年には、バイオリンとチェロのための室内ディベルティメント集を出版している。1696年には、マントバ公爵カルロ4世に仕えた。 1697年にベネツィアカーニバルのためのオペラを作曲し、さらにベルリン、ウィーンでも活動した。ベルリンではゾフィー・シャルロッテの木に入られ、ウィーンでは皇帝ヨーゼフ一世の寵愛を受けた。ウィーンでは作曲家としてよりもむしろ外交官として働いた。アリオスティはベルリン時代の1700年のオペラ、アティス中の地獄のシンフォニアで名声を得たものの、 当時の作曲家としては佳作であり、内容も全般的に平凡だった。1711年に、ヨーゼフ一世が没した後のアリオスティの足取りは、不明だが、アリオスティの友人であったライプーニッツによると、アンジューに、高級で雇われたという。1716年に、ヘンデルのオペラ、ゴールのアマディージにビオラ・ダモーレのソロ奏者として、ロンドンデビューしている。 翌1717 17年にはオペラティト・マンリオをヘイマーケットの国王劇場で上演している。その後1723年までほとんど作曲活動を行っていないが、1720年からパリを訪れており、再び外交活動で忙しかった可能性がある。1720年になるとオペラ工業会社である王立音楽アカデミーが活動を開始するが、 アリオスティはやや遅れて1722から1723年のシーズンから参加し、ここで7本のオペラを作曲している。コリオラーノはタイトルロールをセネジーのヒロインのボルムニアをロンドンデビュー間もないフランチェスカ・クッツォーニが演じて成功し、当時の聴衆は熱狂した。自作、ベスパシアーノは9回上演されたが、聴衆の期待外れだった。 残りの作品については断片のみが伝わる。アカデミーの487回の公演のうち、245回がヘンデル、108回がボロンチーニ、55回がアリオスティ、79回がその他の作曲家の作品、またはパスティッチョだった。その後、アリオスティは、貧窮し、1729年の夏に没した。アリオスティは、生涯に、 約25曲のオペラ、5曲のオラトリオ、および多数のカンタータを書いたが、現在最もよく知られるのは、弦楽器のための独奏曲であり、特に、ビオラ・ダモーレと、通奏低音のための6曲の列用にが知られる。アリオスキによるビオラ・ダモーレを使った曲には21曲の、ソナタないし、列用ね、カンタータ、プール・アルフィン・ジャンティ・ビオラ、および、ウィーン時代の1707年のオペラ、 マルテ・プラコトのアリア、サイル・デスティンがあり、最後のものを除いて、ロンドン時代に書かれたと考えられる。出版された6曲以外の15曲のソナタは、スウェーデンの作曲家、ユーハン・ヘルミ・クルーマンによる筆者譜が、ストックホルムで発見され、ストックホルム・ソナタと呼ばれている。ありがとうございます。